つまりヨセフはこれほど長い期間苦難の道を歩み続けながらも決して希望は捨てていなかったんだということがわかります皆さんこんにちは松本明弘ですヨセフ物語に見る家族の回復前回は隣人の必要に関心を持つというテーマでヨセフの姿勢から学びました ヨセフの入っていた監獄にファラオの交換が二人入れられた。その時に彼らの付き人となったのはヨセフでありました。ある朝、ヨセフが彼らの部屋に行った時に二人とも顔色が優れなかったんですね。それを見てヨセフはどうしたんですかと声をかけた。これが二人にとっては嬉しかったわけです。二人は早速答えます。 私たちは夢を見たんだけれどもこの夢を解き明かしてくれる人がこの監獄にはいないんだということを言った時にヨセフは神様が解き明かししててくくだだささいいます。す私に話してくださいと言ったわけですね。このヨセフの親切が彼の人生をさらに次の段階へと進めるきっかけとなったのでありました。 今日は創世紀40章9節からお読みいたします。検築館長はヨセフに自分の夢を話した。夢の中で私の前に1本のブドウの木があった。そのブドウの木には3本の鶴があった。それは芽を出すとすぐ花が咲き、房が熟してブドウの実になった。私の手にはファラオの杯があったので、 私はそのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れその杯をファラオの手に捧げたさあ私たちが聞いてもさっぱり意味のわからない夢なんですけれども神様はヨセフにこの夢の解き明かしを与えてくださいましたそして神様から受け取った通りにヨセフは語るんですね12節ヨセフは彼に言ったその解き明かしはこうです 3日のことです三日のうちにファラオはあなたを呼び出しあなたを元の地位に戻すでしょうあなたはファラオの検借官であった時の以前の定めに従ってファラオの杯をその手に捧げるでしょうとても良い内容の解釈でありましたヨセフは神様から示された通りに彼に伝えたんですね つまり、この検釈官長の過ちというものは警備であったということがはっきりしたので、彼は元のポジションに戻ることができるという内容の解き明かしでありました。そしてヨセフは、この解き明かしを通して、この人が3日後にはファラオの元に戻るんだということを知ったので、こう付け加えます。14節。あなたが幸せになった時には、 どうか私を思いい出してください私のことをファラオに話してこの家から私が出られるように私に恵みを施してください。あなたがファラオのところに戻ったならばあの監獄にヨセフという男がいるんだけれどもどうか彼に恩赦を施してやってくださいとお願いしてはくださいませんか?」。このように頼んだわけですね。 つまり、ヨセフはこれほど長い期間苦難の道を歩み続けながらも、決して希望は捨てていなかったんだということがわかります。これが今日、ヨセフを通して私たちが受け取りたい三つ目の教訓ですね。15節。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。ここでヨセフは 自分がなぜこの監獄にいるのかということについて弁明をしている。第一に私はヘブル人の国にいたんだけれどもそこからさらわれてきたんだ。そして第二に私は投獄されるようなことは何もしていないんだけれどもここに入れられてしまったんだと伝えているわけですね。これを読んですごいなぁと思うのは実は私の兄たちはとんでもない人たちで実の弟である私を奴隷として売り飛ばしたんですよ とか、実は私はポティファルの家で奴隷として働いていたんですがとても一生懸命働いていたので主人に信頼されていたんですが彼の妻が私を貶としめ入れたんですあの女はとんでもない女ですあなたも気をつけた方がいいですよなどということは一言も語らず誰かに対して苦々しい思いを持っているまたは誰かを責めるような言葉は一言も語っておらず ただ客観的に私は何も悪いことをしていないんですがここに入れられたのですとだけ伝えている本当にすごい人物だなと思いますさあ先ほど申し上げたように今日この箇所からヨセフを通して学ぶ教訓はどんな状況にあっても希望を捨てないということなんですけれどもこの段階でのヨセフの希望とは何だったのでしょうかそれは一日でも早くこの監獄から出て カナンの地に帰りお父さんの家にただいまと帰っていくことであったわけですしかしこの後読み進めると分かります通りにヨセフと父ヤコブとの再会はすぐには実現しませんもうしばらく時間がかかるんですねなぜ時間がかかるのか第一の要因それはこの検釈官長がこんなにお世話になっておきながらヨセフのことを忘れてしまったからです だからファラオに何かお願いするということもしなかった。ヨセフはもうすぐここから出られるかなと楽しみにしていたでしょうが来る日も来る日もここから出てよいという知らせは来なかったんですね。さあこの話を聞いて何を思い出すでしょうか。イエス様があの十字架にかけられた時に両側に二人の犯罪人がかけられたんですがその片方がイエス様を見ながら この方こそメシアであるということを認め、自分の罪を認め、そしてイエス様の前に悔い改めた。あの囚人がイエス様に対してこういったことを思い出すのではないでしょうか。ルカの福音書23章42節。そして言ったイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエス様思い出してくださったでしょうか こう言われてすぐイエス様が答えた言葉は43節イエスは彼に言われたまことにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますそしてこの言葉をイエス様はしっかりと覚えておられこの後彼をパラダイスへと導いてくださったんですね人は当てになりません人に過剰に期待すると必ずがっかりする 結果が訪れるわけですしかしイエス様はあなたのことをお忘れになることは決してありませんそしてイエス様に信頼するならがっかりするという結果は絶対に起きないんですねこの方は私たちの信頼に必ず応えてくださる方でありますもう一つヨセフの希望通りにならないことそれは何かっていうと ヨセフがカナンの地に帰ることは、神様の御心ではなかったということなんですね。じゃあ、神様の御心は何でしょうか神様の御心はむしろ、カナンの地にいるヤコブの家族全員をこのエジプトに呼び寄せることであったわけです。そして、そのことを実現するために、ヨセフはまず、総理大臣にならなければならない。これが 神のご計画だったんですねつまりヨセフは希望を捨てなかったけれどもだからといってヨセフの希望通りにすべてが進んだというわけではないこのことに私たちは心を止めたいと思いますなぜヨセフの希望通りに進まなかったのかそれは神の計画が違ったからですねさあこのことを考えるときにイエス様がマタイの七章で 祈りについて教えてくださった言葉を思い出します。マタイ7章9節、あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。自分の子供がお父さんをお腹空いたパンをちょうだいっていう時に、ほらパンだよ、おいしいぞ、食べろと言って石を差し出す父親がいるでしょうか。 お父さんお腹すいた魚ちょうだいというのに、この魚うまいぞと言って蛇を差し出す父親がいるでしょうか私たちは罪人ではあるけれども、自分の子供には良いものを与えたいという願いを持っているのではないでしょうか ?7 章の11節このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと。 天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか私たちでさえ自分の子供に良いものを与えたいという願いを持っているとするならばましてや完璧な父である天のお父様は求めるものに必ず良いものをくださるここで気をつけていただきたいことは求めた通りに与えるとは約束していないということですね 良いいものを与えるると約束しててくださっている私たちは自分なりに考えてこれが良いものだろうと思って神様に求めるんですが実は私たちの思いも届かないもっと良いものを神様はご計画しておられることがあるんですねだから必ずしも私たちの願った通りにはならないかもしれないけどもここでイエス様が約束してくださっていることは天の父は必ずあなたにとって一番良いものを 与えてくださるとということでありますヨセフもそうででしたた彼の希望通りには進まなかったでも後で分かります神様のご計画の方がはるかに素晴らしかった私たちもたとえ自分の希望通りに物事が進まなかったとしても神の御心がなされるんだという希望を持って前進していくものでありたいと思いますそれではこの続きは次回 お話ししたいと思いますありがとうございました